こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、今日はドリームキャッチャー。はい、今日はドリームキャッチャーを、ちょっと場所がないので、まずこちら、これをお見せします。この子のタイトルです。精霊、妖精のお家。妖精のお家。妖精の家みたいな。みたいなタイトルですね。そして、その作品がこちら。これはかわいい。キノコ。あ、ごめんなさい。こっちですね。こうですね。キノコ型ですね。そう、キノコ型。こんなんあるんやと思って。キノコがあれ、かわいい。キノコがついてるし。わあ、これはときめきますね。でよく見るとこのなんか羽も面白いですよね。ちょっと虫の羽みたいな。わあ。でびっくりしたのが、はい、ここについてるビーズがこれよく見るとイーグルの。すごいな。顔なんですね。これ何持ってんやろ。何持ってるんやろ。結構ずっしりしてそうなビーズなので、なんかの骨とかそうなんですかね。イーグル。わあ。これはちょっとときめきますね。キノコだらけですね。キノコ好きにはたまらない。はい、キノコ好きにはたまらない。なんかちょっとキノコが来てますね。キノコ来てますね。この子どんな子なんでしょうね。エネルギー的には。なんかでも自分の道を決めて挑戦していく人みたいな話をしてるんですけど、割と個性的じゃないですか。個性的ですね、うん、なんかあの独自の世界を作っていくみたいな感じなんですけど、これって多分一つ前の動画で自分の世界をまあなんかこう作っていくみたいなアイテムの話を別のアイテムでしてるんですけど、そっちとはちょっとタイプが違うんですよね。こっちは本当なんかなんていうの、あの芸術家とかが自分の世界にこもって自分のなんかこう作品を作ったりするみたいな、そういう自分の世界を作るみたいなことを言ってるんですよね。だからこう、自分の世界を作ることでそれをこう拡大していって広がっていくっていうよりは、うちにこもっていくんやけどそれが楽しいみたいな、なるほど、なんかそういう、はい、エネルギーです。面白いですね。だからなんか自分の世界を楽しみたい人にはこの子はすごくいいと思います。はい、じゃあ次の作品をご紹介したいと思います。はい、ちょっと次の子大きいんでもそのまま持ってるんですけど、大きいんでだいぶ引きで撮ってるんですけど、で、うん、であのタイトルがこれです。メディスンホイールですね。薬になるみたいな感じですね。なんかあの、うん、メディスンホイールっていうと本当にね、ご病気の方とかが持つこういうインディアの十字のドリームキャッチャーとはまた違うモチーフのやつっていうイメージがあるんですけど、はい、この子はなぜかエネルギーだけ見てると、私はなんか女性の経営者の方のイメージがすごく入ってくるんですよね。はい、なるほど。うん、迫力ありますね、これね。迫力あります、うん、よく見るとこのビーズ細工がまさにあのメディスンホイールにはなってるんですけど。あ、本当だ。はい、だけど、うん、その持ち主だけを癒すために何かするっていうよりは、本当そういう経営とか組織をまあ引っ張っていくような人が持つことで、その人に関わる全体を良くしていくみたいなイメージなんですよね。なるほど。うん、わあ、すごいな。だから結構この子にエネルギー合う人ってすごくパワフルな方が合うんだと思います。すごい振動数ですね、これ。すごい振動数、はい、足なんかガタガタガタってなってる。すごいですよね、本当に。これはなんか帯みたい。え、ビーズ細工。ビーズ細工なんです。ちょっとこれをこうすると全部ビーズ細工になってビーズ細工になってるんですよ。デイビーさんすごいですね。すごいですよね。でこの上はおそらく何かの骨なのかなと思うんですけど、これも結構ずっしりしてて羽の部分があって、何かこう人を導いていく人が、あのいい方向に導いていくだけじゃなくて、みんなを良くしていくみたいな全体像みたいな、全体像みたいな、そんなイメージの作品です。はいはいはい、では次の作品に行きたいと思います。はい、次はこういうタイトルです。テイクフライト、飛び立つ、飛び立つ、飛び立 つ, 飛び立つです。わあ、これはすごく素敵な色合い で,、ね、でよく見るとこれがなんかこう女神がモチーフ。ああ、本当だ。なんかアンティークっぽい、アンティークっぽいんですよね。この子は具体的に誰かを意識してるのかなって感じはするんですけど、なんかまあ今こだわってる場所とか何か物事があったとして、あのそこはもうあなたの場所じゃないのよねみたいなことを言ってるんですよね。で次の流れに乗っていかないといけないタイミングが来てるのに、
なぜそれに気づいてないの、早く次の流れに乗ってよみたいなことをすごく言ってきてる。なるほど、だからテイクフライト、多分テイクフライト、はい、だからなんかこう次の新しいステージにそれこそ飛び立っていくというか、うん、乗っかっていくみたいな、そんな感じの子なのかなと思います。綺麗な子ですね、すごく綺麗です。本当に色合いとかも素敵ですよね、独特ですね。じゃあ次の作品はこういうタイトルです。ボヘミアンビューティー、はい、可愛いですね。これはすごく華やかですね。でなんかこの辺がこうちょっと民族調のネックレスみたいになってるし、あ、本当だ、すごく可愛い、ブルーの子で、ブルーの子で、うん、で上がこういうお花のモチーフがついてます、うん、これはこの子はあの持ち主になる人に対して、新しい視点での気づきとか何か新しいチャンスとかそういうものを気づかせてけるような感覚を与えていきたいんだみたいなことを言ってるんですよね。割とこう人って飛躍していくときってなんか思ってる通りの流れで飛躍するといいなっていうイメージがあると思うんですけど、それってちょっと限界があって時には自分の考えてることと違うことも受け入れていかないといけなかったり違うことにも挑戦していかないと飛躍できなかったりっていうのがあると思うんですけど、この子はそういうものを気づかせる、でこういう今までと違うパターンやけどこれをすることで飛躍できるなとかこれはチャンスなんだなっていうのを気づきやすくするみたいなことを言ってくれてます。なんか新しいパターンで飛躍していく人に行くのが多いんですね。そうですね。綺麗なね、このすっごい綺麗なブルーです。はい、はい、はい、はい。じゃあ次の作品はこちらです。はい、これもまたすごい。これもまたすごい。イヤーオブザドラゴン。イヤーオブザドラゴン。トンボついてますよね。はい、トンボがついてます。あとこれなんかメッセージカードなんか、なんかカードついてません、はい、でこっちにもついてるんですよね、うん、説明だけかな。これがトンボ、はい、でしかもさっき気づいたんですけど、うん、ここにはドラゴンがいるんですよね。あ、本当だ、うんうん、でこれ何なんですかね、この石これ何なんだろう、すごいな、すごい。でこれもよく見たら花のつぼみみたいな研磨がされてる、うん、これなんでしょう、ルビーインゾイサイトでもないですよね、なんやろ、なんでしょう、また後で、はい、上がルビーインゾイサイトみたいな感じ、こっち、なんでしょう、それもルビーインゾイサイト、ひょーゾイサイト、なんか後で見てみましょうか、ゆっくり、はい、はい、そうですね。でこの子は、まあ多分こういうドラゴンのモチーフが入ってきたりしてるので結構そういうドラゴンのエネルギー好きな人とかに合うのかなってっていうのも一つなんですけど、ちょっとこうすごく素敵なんですけど若干魔的なエネルギーなんですよね。おー、魔的、だからそういうなんか、まあ、魔女っぽい人っていうのも変ですけ ど、うん、そういう方に会うって言ってるので、まあ今の時代自分が魔女っぽいですよねって自覚してる人って大体ちょっとエネルギーの世界がお好きだったりそういう分野のことに携わってる方が多いのかなとは思うので、そういう方に対してすごいこう活躍してくれるのかなと思います。はい、うんうん、的な感じ、ね、的な感じなんですよ、色もちょっとそんな感じですね。あ、そうですね、私結構好きな感じです、ね、はい、好きな色、うん、今日のまとめをお願いします。今日ってなんかちょっとこう新しい流れというか飛躍していってるというか、そういう方になんか合わせてきてる感じがしてて、でそれこそあのお盆前のエネルギーすごかったなってこの間まで言ってましたけど、それが終わった途端結構いろんなことが始まってるのかなって感じがします。そうですね、新しくなんかスタートしてる人も多いですね、うん、多いですよね、はい、そこにちょっと合わせてきてる感じがすごくするので。なるほど、うん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではでは、はい、バイバイ。失礼します。